京都府の、まあ、北部、久美浜町というところで、まあ、地酒久美の浦を作っている、まあ、熊野酒造と言います。うちの蔵は、まあ、比較的新しいんですけれども、昭和の初期ですね、まあ、私のおじいさんが、まあ、始められたというふうに聞いております。私がついで4代目になります。3秒前、2、1、開け。3秒前、2、1、2番開け。手仕事っていう部分に関してはやっぱ外したくないっていう思いがありますね。繊細な調整であるとか、あるいはこだわりであるとか、そういったものを再現するのはやっぱどうしても機械では難しいところがあるので、やはりまあ最後は人間の目と人間の手で作ったものがまあいいのかなと思って、まあ今の作り方でやってます。もう朝起きて今日の作業っていうのをまあ思い浮かべながらね、朝準備しながらここに来てってことをするんですけれども、やはりその毎朝緊張しますね。うちの蔵ではその朝ごはんっていうのは必ず蔵人みんなで食べるようにしてて、なるべくその蔵人たち、作業する仲間たちと顔を合わせる、まあ、場を持つことによって、その場でこういうことに気をつけようとか、こういう風なのを目指していこうとか、今日はあれをする、明日はあれをするっていうような相談を、まあ、するようにしてますね。みんなで仲良くやってるんじゃないのかなというふうに思います。いろんな地酒ファンの方がいらっしゃるんで、そのファンの方が一体どんなことを考えて、あるいはどんなニーズを持ってお酒を探してらっしゃるのかなっていうのを把握した上で、そのニーズに、まあ、反映できるようなお酒を、まあ、作っていけたらね、いいなというふうに、まあ、思っておりますね。